なあ、どこなんだ？まだ歩くのか？秘密。またそれか。もうちょっとだから。あ、カノリン。カノリン？もう大丈夫なの？うん、ごめんね、もう大丈夫だよ。暑いもんね。でもいきなり倒れちゃうんだもん、びっくりしたよ。あの人は？あ、ゆきとくん、うちのお手伝いさん1号なんだよ。じゃあもう行くね。あ、またね。ごめんね、お友達、行こ。なあ、カノ。何？また倒れたのか。え？さっきの奴らがそう言ってただろ。大丈夫、私子供の頃貧血気味だったから今もたまにあるんだ。倒れた時のことちゃんと覚えてるか？大丈夫だよ、そんな顔しなくても。しょっちゅう記憶喪失になってたら大変だよ。だってお前この前も。大丈夫だよ。そうか。ゆきとくん心配してくれたんだ。そんなことないけどな。なんだよ。ううん、なんでもないよ。はあ、空が高いね。そうだな。ねえ、ゆきとくんは空って飛べないの？は？空？飛べるわけないだろ。だってお人形を動かせるし。それとこれとは完璧に無関係だ。そうなんだ。うんのの。当たり前だ、魔法じゃないんだから。そういえばお前、魔法がなんとかって言ってなかったか？え？いつ？最初に会った時。ああ、うん、私も魔法使えるんだ。本当か？ちょっと嘘、本当は今はまだ使えないんだ。なんだそれ。いつになったら使えるようになるんだ？大人になったら。大人？最初の魔法で何をするかはもう決めてあるんだよ。何をするんだ？ね、秘密。またそれか。あ、でもね、2番目なら教えてあげる。なんだよ。空を飛びたいなって。空？あ、ここだよ、トーツキー。あー、ここはひんやりだね。誰もいなくて気持ちいいよね。神社じゃないか。そうだよ。こんなところまで連れてきてどうするつもりなんだ。いいこと。それじゃあ頑張ってくるね。稼げる場所ってここのことじゃないだろうな。ゆきとくんのお人形芸が大繁盛しますように。そのようだな。あれれ、ゆきとくん、なんか疲れた顔してるね。そうかもな。大丈夫大丈夫、神様にお願いしたから万事解決。一つ聞いていいか？何？この神社は何のご利益があるんだ？え？ご利益って何？神社によっていろいろあるだろう。商売繁盛とか家内安全とか。神社って願い事何でも叶えてくれるんじゃないの？そうだったらいいな。大丈夫だよ、きっと。神頼みに頼るしかないのか、俺の芸は。何？いや、それよりもお前の魔法で何とかしてくれ。私の？大人になったら使えるんだろ、魔法。いや、いい、自分で何とかするから今のは忘れてくれ。一応聞いておくけど、ゆきとくんの一番の願い事って何？そうだな、俺の願い事か。うん。なあ、お前のその魔法だけどな、例えば誰かの居場所がわかるってことはないのか？それがゆきとくんの願い？そうかもしれない。この空の向こうには翼を持った少女がいる。それはずっと昔から、そして今この時も同じ大気の中で
翼を広げて風を受け続けている。翼の女の子？そうだ、多分俺はその子に会いたいんだと思う。空、ごめんね。私の魔法そういうのとは違うと思う。そうか。ね、ユキト君ならきっと笑わないと思うから。このバンダナってもらい物なんだよ。本当にちっちゃな頃からずっと大切にしてるの。ちっちゃな頃？これをもらった時に言われたの。大人になるまでずっとつけてなさいって。それまで絶対に外しちゃいけないって。そうすれば魔法が使えるようになるって。誰にもらったんだ？よく覚えてない。そうか。それからずっとこれを巻いてたんだよ。ずっとって本当にずっとか？水泳とか身体測定とか大ピンチなこともあったよ。いじめられたこともちょっぴりあったり。でもね、いつもお姉ちゃんが助けてくれたんだよ。私の代わりにいつも一生懸命に頼んでくれたんだよ。いじめっ子はみんなコテンパンにやっつけてくれたよ。おっきな男の子だって容赦なくボコボコにしちゃうんだよ。だから私ここまで来れたんだ。本当はね、私これを外すのが怖いんだと思う。これを外しても魔法なんて使えなかったら、ずっとそう思ってたけどこの頃ちょっと違うかも。ユキト君、お人形さん動かしてくれたよね。あの時ね、私本当にドキドキしたんだよ。本物の魔法を見るのって初めてだったから。本物の魔法か。もしも魔法が使えちゃったらそっちの方が怖いかもしれないね。あ、ごめんなさい。いや、でも空の子にユキト君が会えたらいいね。